ジパンは英語で日本を意味する単語。1544年に書か,かれ17世紀前半までを過酷語で合計35版を発行された中世のベストセラー、ドイツ人、セバスチャン・ミュンスターによる著作コスモグロフィアに掲載されているアメリカ図。東アジア北東の多東海の中、いびつな北アメリカのすぐ西にジパングが記されている。 本図は1561年の版からの着色図である。語源はマルコ・ポーロの世界の記述に登場する黄金の国ジパングにあるとされるが、口実の通り理論もある。なぜジパングと呼ばれるようになったのかには、いくつかの説がある。アメリカ合衆国ミズーリ州フランクリン郡には、日本から名前を取って命名されたジャパンという街がある。 サパング1492年。マルティン・ベハイムが創造した、大西洋側の詳細サパング。1453年のフラマウロの世界図。島の最初の知られているヨーロッパの描写。日本国語大辞典、高辞典、大辞林、大辞腺など、多くの国語辞典では、いずれもジパングから転じて、ジャパンとなったとしているが、その根拠は明確でない。また、以下に述べるように、 ジャパンは日本の中国語読みがジパングとは別の形で伝わったものであり、ジパングから派生したものではないとする有力な理論が存在する。オックスフォード英語辞典はヘンリー・ユールの説に基づき、ジャパンは中国語の GPN が丸英語のジャプン、ジパングを経てヨーロッパ諸語に取り入れられたものであり、ジパングと語源は同じだが別系統の語だとしている。歴史学者の岡本義友は ジャパンの初期の要例について、トメピレス、東方諸国記のジャンポン、ダミアンデ・ゴエス、マヌエル・オーダイキのジャパン・ゴス、ジョアンデ・ワロス、アジア史、第一編のジャッポス、同第三編のジャパンを取り上げて検討した上で、いずれも16世紀に東アジアに来航したポルトガル人が、日本の中国音を直接伝え聞いて記録したもので、あり、マルコ・ポーロのジパングとは関係ない、と主張している。 なお岡本は、ユールのマレー語形誘説については否定している。地理学者の運の数高も、ポルトガル人が新たにジャパンという故障を作ったこと自体、従来のジパングとは別のところだと考えていたことを意味するのであって、実際、この両者が同じものであると判明するには、かなりの歳月が必要だったと指摘し、その根拠として、1554年のロポー面の世界図において、 ジャパンとは別にジパングらしき、無名島が描かれていることを挙げている。運路は、ジャパンとジパングが同一であることを示した、最初の地図は、メルカトルの1569年版世界地図だとしている。日本政府の核志向文書、旅券の国名、国籍表示などにおいては、日本国の公式な英語表記として、ジャパンが用いられている。 これに対して、郵便切手や日本銀行券などでは、日本の日本語による読みに基づく、日本が公式なアルファベット表記として使用されている。一部には、この日本の表記の方を、ジャパンに変えて、対外的な日本の表記として使用していくべきとする主張もある。しかしながら、すでにジャパンは一般に広く受け入れられており、日本への解消を求める意見は、 世論を動動かすようなななな大きな運動となるには至っていない。国際的な場で日本を使用した例としては、ストックホルムオリンピック開会,会式の入場行進の際に使用したプラカードが挙げられる。なお、ジャパンを略したジャップは、アメリカを中心に部別語の意味合いがあるため、用いられない。また、NIP という略称は、ジャップ以上に強い差別的ニュアンスを含む。このため、英字三文字による、 国名コードとしては JPN が使用されている。なお、ドイツ語及びポーランド語では、それぞれの言語で日、日本語を意味する Japan、Japonia 及び、日本語を意味する Yapanish、Japonski の省略型で Jap が現在も使われているが、いずれも英語のような差別的ニュアンスは含まないとされる。ありがとうございます。